島を去るおよそ800年前、平治元年土の徒宇土氏、時の覇者入道平の清盛一門を率いて厳島詣での折から、玉の神源義朝、右衛門の神藤原信頼は後白河院御所三条殿に不意打ちをかけ、政権の転覆を図る。すなわち世に言う平治の乱なり。避難された上皇様におけがあったなら急ぎの蔵に落ち着せ。は
じい、じいはどうした？隠して、隠して。おい、しっかりせ。気がついたか。ここはわしと兄の家だ。心配はいらぬ。落ち着くまでいるがいい。わしは三条殿引っ返す。誰だ？陸奥の六郎だ。六郎？知らんのだな。燃えたとはどうした？鬼はおらん。では待つとするか。気にかけることはない。様の神の配下のもんだ。様の神の配下のもの。それが兄に何の用があるのだ。いや、森忠め大手柄だったぞ。様の神殿も名門の神殿もことのほかのご満足だ。兄は無法に苦していたのか。あの女何者だ。どうする。城西無印様だな。あの高知には確かに城西無印だ。あがい、おのれ、兄とは同福ではなかったのか。遠藤武者の血を受け継いだ森と裏切り者に加担するか。これ咲くな。諸の運入道、新勢の組も挙げられたぞ。その上、六からはすでに義朝殿の主勢の者に取り囲まれているんだ。兄者、頼む、民兵人になってくれんな。兄者、そんな人ではない。兄には兄の考えがある。お前こそ、清盛ごときに仕えて何になる。知らぬ。だが、ひとたび仕えた以上、仕組んだぞ。留守を狙って裏切れた卑怯だ。卑怯と同じ兵法の杖だ。気の毒だが、清盛殿は戻る前にな。無王の衆に平家が倒せるか。何？来るか。うん？兄者とて容赦せんぞ。後取りかかってくるな。念のために言うが、西国街道の備えはできているんだ。いつでも迎えてやるぞ。待たせた。ここでは話ができん。上皇様も城西門院様も敵方がどっかにお寿司申したそうです。何？初段を新世様の国も地獄門の胸に刺されました。新世様も晒し首になるとは思ってもいなさらなかったのにな。
3年前の保元の乱に何百という首を晒して地獄門という名をつけた御仁だ。いわば自業自得さ。そら、本土の戦の総大将信頼様直々の首実権だ。目障れになれば差し首だぞ。この絵の大将、人が見ております。天然の者に取り囲まれたと聞いたが、おい、どうした。お主、お前兄と同福ではあるまいな。同福遠藤兄弟を撃てても笛が出たの。もしそうなら俺が切る。バカ言え。兄は兄だ。森戸、証は立てられるか。よし、これから厳島の清盛殿のもとへ使いに立つ。厳島へ。よし、行け。ヘルゴ忠忠たちも急死に立ったんだ。ヘルゴも行ったか。うん。窮地をかけられると油断にもほどがある。そして上皇様はどうなされた。上皇様。はい。いや、じいでは分からん。もっとお呼び。は、ただいま。すぐ。ご家老に留守を守る奴が一人もいなかったとは、なんというたわけ者どもの集まりだ。
新勢殿の首が地獄門にさらされたんだ。そればかりか、行幸様も行政務員様も敵の手に渡ったというのか。はい、一時は三条殿を太刀の国模様に見受けました。裏切り者は誰と誰。宋の方眼の御前、それに坂上の金なりも組みしたというのじゃの。はい、兄森忠も謀反に加担いたしました。あやつまでもか。わかった、下がっておれ。事態は一刻の猶予も許しません。一緒にご自宅は。上がっておる、最初は受ける。父上、森藤の申すこと道理かと思われます。ためらっては悔いを潜在に残しましょう。大勢合わせて54人、しかも鎧なしのこの姿でどうして戦ができるのだ。その気ならばお気遣いなく、弓矢甲冑は人数だけいつも二段の中に忍ばせてあります。持ってきておったのか。はい、かかることもあろうかと存じ。森藤、下がっておらんか。何をする清盛は一門を率いて都に攻め入り、拝見門、六波羅などに信頼、義朝勢を破る。時に永暦元年、狩野へ辰年、政権再び平氏に帰す。天文で俺が切り捨てた陸奥の六郎だ。嘘をつけ。あいつの首を浴びたのはこの俺だ。何をおむす？すると陸奥の七郎だったかな。信頼様も一月足らずで清盛様に抑えられるとは思わなかったのにな。もうこれで東軍合戦も起こるまい。うん。森藤、供養の香がそこにある。手向けてやれよ。バカな兄だ。さて、明日は六波羅台の論功交渉だ。これは甲冑をおねだりするつもりだ。お主の働きで甲冑とは欲が深いぞ。うん。
そなた、無事だったのか。いつかの。会えてよかった。その節はお世話をおかけいたしました。いや。ゆかりもない方たちではございますが、通り合わせたものです。おばでございます。さあと申します。おばの住まいはどちらか。白川台でございます。あの栗の名所。はい、秋になると裏山いっぱいに実が落ちます。そなたたちは白川台の生まれか。今朝はずっと私の手元で育ててまいりました。名語は今朝と言われるのか。院の御所へお仕えするようになって城西門院様がお付けくださいました。いいなだ。おかげで出世をしてくれまして、私まだ鼻高々でございます。おば様、わしの家へ寄ってくれるか。爺に何か作らせる。ありがとうございますが、今朝はこれから院の御所へ参らねばならんのでございます。そうか、それは残念だ。いずれ改めまして。ポリト、よほど気に入ってる女って見えるな。おお、さだふさだ。そちは伊勢の国に任じ、春明一刀を取らせるの。ありがたい幸せにございます。次は智之だ。智之。はっ。田島の国五箇荘を取らせる。はっ。ありがたき幸せ。コメンタ。はい。そちは何か望みがあったな。はい、八人の立ち人おりと歪眼の作れ人形をいただきとうございます。よしよし、変わった望みだが取らせるぞ。はい。おう、そこへ控えた森戸。はい。そちは兄森戸の謀反にも組みせず、政長を切った上、大検問の手柄はまた格別であった。何なりと望みを申してみよう。申せば叶えていただけますか。入道清盛に二言はない。わしたち一門の首以外にはな。では、入道清盛殿にお仲人を願いとうございます。何、わしに仲人になるというのは。はい。なるほど、森藤らしくて面白い。誰をめとろうというのに。城西門院様の女房今朝と申す女をいただきとうございます。今朝、わしは知らん女だが、よほどの美人と見えるの。よし、早速城西門院様へ申し伝えよう。ありがたい幸せにございます。笑うやつがあるか。この席ではっきり森藤のように物の言えるやつがあるか。森藤、きっと叶えて使わすぞ。殿、今朝と申す女は御所詰めの渡辺左衛門の城渡るの妻でございます。何、マリト、聞き及ぶ通りじゃ。
今朝は人の妻だそうじゃ。どうもそちゃひねくれ者で困るの。入道清盛殿のご一言曲げて今朝はもらい受けとうございます。それは困る。二言はないと申されました。ん？人妻とあらば、そちも諦めてくれるだろう。何か別な望みはないか？ん？森と、なぜ返事をせぬ？分かってくれぬか？わしが頼んでも聞けるか？そんなことは私がいたしますのに。どうせ遊んでいるのだから。おいおい、遊ばせ。お家様じきじきお掃除でもありますまいに。自分でしないと気の済まぬたちなのでしょうか。とね、頼みます。はい。ご自分ではそのおつもりでなくても、あまりお気軽すぎますと。昨日の六原の評判お聞きになりましたか？都王子はその噂話で持ちきりだそうでございます。お向こうの少々様もわずかな働きを花にかけて無体なことを清盛様に申し出たのだと、大変ご立腹でございました。こともあろうに人妻に化粧するとは、森藤という田舎者は一体どんな男でございましょう。主様はただ笑って今朝ほどお出かけなさいましたが、とね、はしたないこと。いいえ、渡る殿もさぞご立腹でございましょう。私ども同様藤橋一門、卑しい武士風情に恥をかかされてたまるものですか。それに兄の森忠は謀反に加担した張本人だと申すではありませんか。もうそのお話は。嫌な世の中になったものです。いいですか、今朝殿、お家様というものは万事高く泊まっておいで遊ばさぬと、とんだ間違いの起きるものでございますよ。主様のお帰りのようでございます。隣のご家をまたおしゃべりか。はい、お暇な方でございますから。お帰りあそば。魔の殿は戻られたのか。はい、いつもお越しになってはご一門のお気抜きになれぬ私をいろいろとお悟しくださいます。お顔の色がお悪いようでございますが。別に何ともない。でも何かお気にされていることでも。どうしてそんなことを聞くのだ。私の至らなさかな、つまらぬ噂話がお耳に入りましたとか。お許しくださいませ。森藤のことか。はい、もしや私がはしたないためあのような無体なことを言い出させたのではないかと、ただそればかりが胸につかい。それは取り越し苦労だ。そなたに何の落ち度がある。あの荒武者にもそなたの美しさはわかると見えるが、大事な妻だ。森友の時に指一本刺させません。そうおっしゃってくださいますとどんなに嬉しいことか。ただ申し訳なさで胸がいっぱいでございました。力ずくが武士の習いとはいえ、そんな無法を押し通せるものではない。さあ笑え笑え。
置いたばかり。久しぶりで一本組むか。そなたも飲め。はい、酔えばたくさんおねだりするものがございます。こいつ。六原台からお家様にすぐ出向くようにとのおっしゃでございます。私に。はい、病気で伏せっているとお断り申しておくれ。いや、清盛殿直々のお呼び出しをお断りしては失礼になろう。それに城西門院様のおそば勤めもお暇となった今、やはりお伺いするがよい。何の御用でございましょう。なぜか気が進みませぬが。それはそなたの思い過ごしだ。とね。はい。すぐご指向すると申し伝えてくれ。はい。森戸が来ておるか。はい、これへ呼べ。おう、そうだ、わしがおらぬ方が。聞いたか、森戸。あのことの根は今朝だ。たっての願いにより一度だけ機会を与えることにした。会って今朝の心を聞いてみろ。だがこればかりは女の心が動かねばどうにもならん。諦めるときには男らしく諦めるな。よし、いかんか。どうした。いくつだし。さてとなると勇気が出んか。決して。ごめん。あの強情者めどうしよるか。旦那、ちとお戯れが過ぎはしませぬか。俺は嘘の家の男だ。入道清盛殿にお願いした時、初めてそなたを人妻と知ったが、俺はなぜか諦めきれぬ。それは無体なことでございます。無体は承知だ。今朝殿、
俺の心を分かってくれぬか。俺はそなたのためならどんなことでもしてみせる。いえ、それはなりません。なぜならぬ。私には夫がございます。俺が渡る殿に劣るというのか。何をなさります。けさ殿。けさ殿、殿がお呼びだ。おい、渡る。何を考えている。まさか六原の田舎武者が今朝殿に化粧をした一件を気にかけているんじゃあるまいな。あれ、円満な渡ると今朝殿の仲だ。森と元木を相手にするか。おい、何を言い出すのだ。明日の鴨の蔵弁間のためにわざわざ高齢の荘園をしてくれてるのだ。話題を変えろ、話題を。一人者め、金なりにはまだこの話はわからん。何を。黙れ。やあ、おい、ヒト、あの六原のバカ武者め、とんでもないことをやりよったぞ。ん、森友は何のしでかしたんだ。明日の鴨の蔵弁間に出馬を願い出たんだ。何、渡ると靴を並べろ。うん。こいつは面白いことになってきたぞ。バカを言うな。あの乱暴者のことだ。用心しないと何をしでかすか分かったものではない。渡る、なんなら俺が代わってやってもいいぞ。いや、去年見事に六原を破った渡るだ。森田は畑に負けてたまるかな。あ、ダル、勝負を争うには違いないが、神に奉納する蔵弁間だ。相手が誰であろうとお互いに技量の限りを尽くせばそれでいいのだ。それは違う。こうなれば御所方の名誉のためにもぜひ勝ってもらわねばならぬ蔵弁間だ。お一人では勝てんぞ。あのバカ者を、もっと憎め憎め。いや、勝ち負けは真意に任せる。遠藤武者も武士だ。わしと同じ心であるはずだ。しかしだ、この組み合わせは古今未曽だ。明日のパパは必ず巻き返るぞ。トネ、今朝はまだ戻らんのか。いいえ、もうとっくにお戻りでございます。戻っていたのか。どんなようだった。どうしたのだ。今日のお呼び出しは私の心を試すためでございました。そなたの心を。はい、清盛様は私に森藤殿のお合わせになりました。それではっきりお断りしてまいりました。こんな悔しいことはございません。そうか、よく耐えてきた。力ずくで人の心は動かせるものではない。清盛殿も森藤も肝に銘じたであろう。さあ、もう泣くな。明日の蔵弁間にはそなたも行くがいい。いい気晴らしだ。森藤殿と同じ組にお出になると今日六原で伺いました。神事の蔵弁間だ。
相手が誰であろうと技を争うべきだ。どうしてもお出にならねばならないのでしょうか。心配はいらぬ。わしは今年も勝てそうな気がする。今朝いいか、誰が何と言おうが平然としているのだ。隙あらば人は乗じてくるものだ。はい。庭に出てみぬか。いい月だ。皆様方はもうお帰りになったのでございます。好きなことを言って上機嫌で帰った。今朝そなたは誰にも渡しはせぬ。分かったか。明日はきっといい天気だ。人は吹かしてやるぞ。森と堂々とやってくれよ。知れたことだ。見物の奴らにもあっと言わしてみせる。赤か紫か見てこい。はい。あ、赤組が勝ったぞ。幸先はいいぞ。勝負面白いぞ。見逃せぬ一騎打ちだ。よりによって噂の主同士が靴輪を並べるとは何という皮肉だ。Thank you.
だ。よどだぞ、森藤。残念だ。なぜ申し込む気が出なかったのだ。勝ちを譲ったんであるまいな。何を言う。技の違いだ。いや、そうは思えなかったぞ。あちらでお家様がお待ちかねでございます。そうか。これから六原で勝負忘れの式だ。何もかも忘れることだ。なあ森と、仲直りの式も終わった。異種遺恨を残してはならんぞ。あとは無礼講だ。御所方と六原の者が同席して縁を張るのも年に一度だ。今日は心置きなく寄ってくれ。いや、面白い勝負であったぞ。いや、確かに渡が勝ちを譲った。これは注目の認めるところだ。さては渡め、今朝殿に頼まれて賢明な策を取ったな。どうだ、さもなくば鞭を入れたはずだ。どうだ渡。いや、及ばなかったのだ。こいつどこまで視野を切るのだ。食いし危うきに近寄らずか。何を言う。おい、譲られたとあっては肩洗いたい。やり直してもよいぞ。これは面白い。もう一度やるか。そうだ、今度こそ庭で一勝負といくか。よし、望みとあれば真剣勝負もいた。逃げるか。そう、貴様たちも一緒に匂い出ろ。俺は譲られたとは思わん。束になって参っても負けはせぬぞ。森戸、勝負忘れの用は何と心得る。乱暴は許さんぞ。下がれ。下がれんか。うちの者め、平家の武者ともあろう者、たかが女のことで転倒するとは思ってるのか。帰って里を待て。武者森藤だ。お家様にどうしてもお目にかかって聞かねばならぬことがあると大変な剣幕でお越しになりました。それで何と申し上げたのです。主様もお留守のことでございますし、お家様はお出かけになったまままだお戻りになりませぬと申しましたところが、では帰られるまで待つと注文で動かれませぬ。Thank you.
した者に尋ねましたところ、お家様はおば様のもとに行かれましたそうで、今日はお戻りにならぬとのことでございます。おばのうちへ行ったのか。はい。そうか。今朝殿は確かに来ているはずだ。俺は渡辺館で聞いてまいった。いいえ、参ってはおりません。よし、家の中を調べてみるぞ。いくらお調べになっても今朝は来ておりません。嘘ではないな。なんで偽りを申しましょう。すると館にいたのか。諦めはせんぞ。そうだ、今朝をここへ呼んできてくれ。俺は会わねばならんのだ。それはなりません。命を懸けて頼んでも聞けぬか。今朝は渡辺殿に嫁いだもの、私の気ままにはなりません。そこを曲げて頼むのだ。そればかりは聞けというのか。はい。よし、頼む。誰からの差別なくきっと捨てるぞ。おそらく私が行きましても今朝は参りますまい。いや、そなたが病で死にかけていると使いを出せば必ず来る。そんな嘘は。まだいるか。まあ、お帰りでございましたか。どうしたのだ。ずっとここにいるそうではないか。はい。おばはご病気で、ぜひそなたに会いたいと使いが来ているの。おば様が。わしが見舞いに行ってこようか。いいえ、私が行ってまいります。そうか。すぐ使いの者と一緒に行ってあげるがよい。容体によってはわしもすぐ行く。おばんはご病気ではない。安心するがいい。この方がどうしてもそなたに一目合わせてくれと申されるので。おばんも座を外してくれ。どうかもったいなことだけは。分かっておる。
もう待ってくれ。御用を受けたまわります。今宵こそ俺の心を聞いてもらいたいのだ。それは伺ってもせんないことでございます。今朝殿、俺は一切を捨てる。あるのはそなた一人だ。この心を聞き届けてくれ。お見苦しゅうございます。受けましたご恩はご恩、そればかりは。何をなされます。どうしても聞けぬか。はい、覚悟はあるぞ。もうそなたは俺のものだ。何とおっしゃいましても女の道が許しませぬ。夫を捨てろ。渡るを捨てるな。それはできません。なぜできぬ。渡るはこの森とお前切って捨てる。渡るだけではない。場合によってはおばも、そなたも切らねばならんぞ。それほどまでにしても私が欲しいと言われますか。欲しいのだ。俺はもうそなたなしでは生きてはいけぬ。どうだ、聞けぬか。ん、返事をせぬか。そなたは渡るも、そなたもおばも殺したいのか。今朝、そなたの返事一つだ。どうぞ、お話になって。よし。
主様はあちらでご本を読んでおられましたが。そう。おば様はよほど悪かったのでございましょうか。いいえ、大したこともなかったようです。さようでございましたか。ご案じ申しておりました。とんね、ここへお酒の用意をしておくれ。はい。用意ができたら下屋へ下がって休むがよい。はい。あ、とんね、ちょっとお待ち。これをお前にあげます。こんな立派なものを。私と思って。はい、大切にいたします。今朝か。はい、遅くなりました。お晩はどうだった？お寂しかったのでしょうか。大変喜んで。そうか。早く休むがよい。わしも寝る。あの、不死戸に誰かいるようで怖くて休めません。誰がいるものか。いいえ、そんな気がして。よし、わしが行ってみてやろう。誰もいないではないか。召し上がります。どうしたのだ。別に。おばまのことでも案じているのか。何を気にかけているのだ。何もございません。なければよいが。気が滅入るのならば一曲弾いてみては。久しぶりでわしも聞きたい。はい。
泣いているのか。いい。疲れているのであろう。気晴らしに一個飲め。はい。お一ついただきます。いつになく一息に飲めたのか。ではもう寝るか。いいえ、もっと大きになって。それに今宵はこの節度でお休みくださいませ。ここで寝るのか。はい。では横になりながら聞かせてもらおう。何時頃だ。やがて九つでございましょうか。九つか。健やか。
許してくれ。許してくれ、今朝。俺は何という愚か者だ。そなたの心を汲むこともできず、ただ花の盛りを知らせるとは。諦め、今朝どもがお主に代わって死んでいった。今朝どもが見上げた定女、撃った俺が海さんに果てたバカ者だ。力ずくで人の心が奪えると思い込んだうつけ者。さあ踏みにじるとも切り刻むとも存分にしてくれ。なぜ一言打ち明けてくれなかった。そなたがこんな姿になってわしが喜ぶとでも思ったのか。けさわしの声を聞いてくれ。夫が妻から受けて嬉しいことは全てを任せてくれる信頼だ。なぜこのわしを信頼してくれなかったの。なぜわしに救いを求めてくれなかったの。
分にしてくれ。この浅ましい森と粉々に砕いてくれ。妻を撃たれて悔しいとは思わんか。この森と憎いとは思わんか。せんないことだ。何？そなたの首をはねたところで死んだ袈裟は戻りはせぬ。妻の仇を目の前に置きながらこの森との腕におじけたか。そなたは首をはねられればそれで済むかもしれん。だが後に残ったこのわしはどうするのだ。ただ一人の妻が死に臨んで一言も漏らされなかったこのわしはどうすればいいのだ。渡る殿もっともだ。ではこの森と思い生きながらえて一生地獄の呵責に責められていくぞ。森と一念発起の門出だ。